はい、速稼塾の久保です。この度ね、 NHK、 そうですね、 NHK 私大好きなんですよ。 NHK のアニメ、あの NHK の教育番組、 NHK の人形劇プリンセスプリンプリン、大好きなものですね。私はね、 NHK によって育てられてきたような思うんですけどね。ただ最近はね、 NHK もちょっとね、公共放送じゃないようなね面が結構見えてきて、もう私がいろいろとね見えるようになってきたのか、それとも NHK がだいぶ公共放送から離れて、何かのね、誰かの所有物になってしまったのかということでもあるんですけども、その一つの例として今回ね、まだ確定じゃないんですけども、 NHK 公開討論で各種のね、9つの国政政党の方が討論をし合うという番組があるんですよ。ここにですね、令和新選組と N 国党っていうのがね、出さないよっていうふうになる可能性が高まってきたんですよ。これ怖いですよね。だって国政政党ですよ。国政政党っていうのは要するにこの国の法律を作る9個の政党ですよ。この9個の政党がどんな意見交換をするのかっていうところに、 NHK が N 国党とそれから令和新選組は呼びませんよと、ここはもういいですよと、残りの7つでやりましょうっていうね形なんですよ。せっかく新しいチャレンジをする政党が2つ誕生したのに、そこはもういいですよって感じで、 NHK が公共放送とはとても思えないよね判断をする可能性が非常に高いんですよね。特に令和新選組と N 国党に私は肩入れするわけではないんですけども、これはね、公共放送、要するに公共のものを発信するっていうところから考えてみると、法律も公共のものじゃないですか。でも偏った討論番組を作ろうとしてるんですよね。これでは新しい風が吹きようないかなと思って、まあ、一種ね、背中の寂しくなるというか、寒くなるような覚えがするんですけど、皆さんいかがですかね。やっぱり250万票ですから、単純に言って250万人とそれから2つの政党を合わせると500万とは言わないですけどね、やっぱり400万とか450万人の方が期待している新しい風に対して抹殺、要するに450万人ぐらいの国民の声を無視するような NHK に今回なるんではないかなという懸念があるわけですよね。まだ確定したわけじゃないんで何とも言いませんけども、そういう可能性が非常に高いよというね、 NHK 関係者の声でしたんで、こんなことが起こるんだっていうね、そんな恐ろしさを感じるんですけども、それは私だけでしょうか。さあ、それではですね、これも報道慣性の一部かもしれません、例のやつの話をしていきましょうか。例のやつについて、私は一会員でありながら、多分会員の中で最もね、例のやつの中身に詳しい人間だと思うんですよ。これもだからね、特権でも何でもないです。事業説明会にたくさん行って、例のやつの会社に真摯に向き合ってきた結果だと思うんですよ。で、昨日がだから水曜日だったでしょ、今日木曜日でしょ、今日金曜日ですね。ですんで、ちょっとね、一つね、皆さんにご協力いただきたいことがあるんですよ。それは11日が例のやつの遅延入金日でした。あと18、25ってあるんですけども、毎週水曜日が入金日なんですよ。おかげさまで多くの方から入金やりましたって連絡いただいたんですけども、昨日の時点でまだ入金確認できてないんだけどなって方がいないとは思わないですよ。ゼロではないと思うんですよ。ということで、入金確認できてない方、12日、19日、26日、この3つの日に入金が確認できてなかったら、ちょっとお知らせいただきたいと思うんですよ。これはですね、相当なね、意欲を持ってね、特に26日、おい、どうなってんだみたいな感じで、私はね、乗り込んでいきますんでね。これはね、会員の皆さん、ね、私も同じ会員ですよ。気持ちわかりますよ。ただ私は、度胸がむちゃくちゃあるんで、リスクヘッジもしてるんで、まあ、なくてもいいやって感じなんですよ。でも、私以外の方はリスクヘッジしてないと思いますし、度胸もないと思うんで、ああ、自分の30万がなくなる、50万がなくなると思っただけで、もういても立ってもいられないと思うんですよ。その気持ちはわかります。私自身にとっては、自分自身のお金がね、どうなろうとあんまり興味がないんですけども、もうね、俺のお金もう後でいいから、皆さんどうぞ、他の方からやってくださいみたいなところなんですよ。まあそういう方もね、結構今回50人ぐらいいらっしゃってよかったなと思いますけどね、私のお金はいいんで、他の方優先してくださいって方がね、50人ぐらい出てきたっていうのはね、速稼塾の教育の賜物ではないかなと思っちゃうわけなんですけども、でも反面ね、ああ、自分のお金どうなるんでしょうかっていうふうに、まあ自分のお金のことばっかり気になる方がいるのも、それも別に責められることはないんですよ。それは普通の感覚ですから。普通の感覚ね。だからそれは恥ずかしがらずに連絡してください。事業のこのね、問題の解決に私もね、最後まで、しっかりとね、お付き合いさせていただきます。ただ会社からのアナウンスがこれだけはっきり出ていると、もうね、新しいことを皆さんにお伝えすることは別にないんですよ。新しいことをお伝えするとしたら、まあ、入金のね、まだできてない方の人数がどのように変化していくかってことで、どういう現象なのかってことを想像することと、あと26日にはもう完全に一人残らず、できてるはずなんで、もう完了してると思いますんでね、その時点でできてない方がいるってことは、これは私も追求します。かなり強くね、それは任せてください。いやいや、もうこれはね、会社に乗り込んでいくぐらいの勢いでいきますからね。で、皆さんもね、おかしいなと思ったら、もうこっからはね、まあ、昨日からでもいいんですけども、もうこっからですね、
会社に内容証明を送るとか、内容証明郵便を送るとか、担当者の電話番号分かるでしょ、スピーカーの電話番号、そこ社員さんに電話かけるとか、事業説明会に行くとかしてもらいたいと思います。それが自分にできる行動なんですよ。今まではカスタマーサポートとか社員さんが手が回らないと思いますから、私が一手に引き受けて、私から代行で影響力のある連絡しますよっていうお話でずっとしてきましたよね。だからここね、ここもだいぶ多くの方と順番逆だと思うんですよ。多くの方はすぐに、あ、カスタマーサポート繋がない繋がない繋がないってなりますけども、それは繋がりませんよ、そういう状況なんで。その時は私がいるじゃないですかって話、放送ね、7月からしてたんですから、私の方に連絡くださいってことなんですよで、そして私がね、何十人か何百人方の不満を一気に連絡すれば一本で済むじゃないですか。こういうことを各この例のやつに参加してるリーダーさんとか紹介者さんがやればいいわけなんですけども、なぜかね、アップラインが当てにならないっていう現象が結構今回ね露呈しましたね。アップラインが当てにならない、もしかしたらあなたがアップラインかもしれないんですよね。あなたも誰かのダウンラインを抱えているアップラインかもしれないですよ。その時に自分が何ができるかなってことを今回ね痛感したと思うんですよ。あれ、なんか何もできないや、待つだけだよとかね。中にはですね、ダウンラインと一緒になって会社を攻撃してる人もいるかもしれないですよ。いやー、とんでもない手のひら返しですよね。だから自分がきちんと責任を持って紹介者を出さないといけないってところも今回、重要なねカリキュラムになったんじゃないかなと思います。それでは今回は以上です。